プロデューサーさん、営業のお仕事お疲れ様でした。外寒かったですよね。あ、手が冷たい。こういう時は、はい。暖かい飲み物です。今日は暑くて甘いホットチョコレートにしてみました。バレンタインの先取りです。やけどしないよう、ふうふして飲んでくださいね。 プロデューサーさんを見てると、実家の冬を思い出します。寒い日にはよく、学校帰りの弟たちにホットチョコレートを作ってあげたっけ <laughs> 冷たいほっぺが、すぐポッカポカになるんですよあ、そうだいいこと思いついちゃいましたプロデューサーさん、今度私と一緒に、お菓子作りをしてみませんか できればバレンタインデーの日に、プロデューサーさんの協力があれば、いつも以上に美味しいチョコレートスイーツを作れるはずですから。<laughs> やったーありがとうございます二人で素敵なお菓子をたくさん作りましょうね。私、しっかり準備しておきます。愛情を込めて、そっと優しく。 手際よく。はい。また一つ、可愛いハートができました。いかがですか、プロデューサーさん。<laughs> つまみ食いはダメです。まだ食べられませんよ。焼き上げるまで、ハートが崩れないように見守ってあげてください。あ、プロデューサーさんのクッキーもいい形になってますね。それに、 真心もたくさん感じます。優しい形のハートですから。プロデューサーさん、ありがとうございます。こんなに楽しいバレンタインになるなんて、想像以上です。私、はしゃぎすぎかも。アイドルになる前は、弟たちとお菓子を作ったこともあったんですよ。今年は、プロデューサーさんと一緒。<laughs> 嬉しいです。このクッキーは実家にも贈ろうと思って。もちろん、お姉ちゃんから大好きなみんなへってメッセージ付きです。さあ、完成までもう少し。プロデューサーさんの分は、たくさん愛情を込めて贈らせてくださいね。<laughs> 大切に作った、私のハートです。